よいしょ。ちょっとね、今、なんか動画でも出したんだけど、デジタルの方でね、この線画でマリサを描いてるんですけど、まあね、せっかくだったらこっちも塗っちゃおうっていうことで、今から塗っていきたいなと思います。今喋ってるんですけど、たまに俺イラストメイキング動画上げるんですけど、その大半いつもこういう風に喋ってます。喋って、またやった喋ってるんだけど、いつもその喋ってる分は大体音なしで倍速かけられてます。まあだってね、伸びないんだもんね、そういう風な尺の長い雑談じみた動画を出しても。まだ私は、まだってか、なんか俺は永遠伸びない気がする。俺の場合は伸びるタイトルとかもなんか勘がなくなっちゃったからね、サブチャンネルの投稿を開始してから。なんか元々はイラストよりゲームの方が伸びる、逆だわ、ゲームよりイラストの方が伸びるだろうなって思ってて、なんか自己満足気分でゲームは投稿しだしたんだけど、気がついたらな、形勢が逆転してるもん。何なんだろうか俺は自分の進むべき道がわからんぜ。辛いね。慰めてみんな毎回こういうことしか言ってなくない？最近俺ワンパターン、面白くない、つまらない。よいしょ。あれよな、ヤンデラピールも甚だしいわって話。乾くの早くね、このアルコールインク。なんか最近使ってなかったからってのもあるんだろうけど、乾くのが早い。ふう。やっぱね、最近のビルのっつったら新時代とかワンピースとかよなぁ。そうなんだけど、毎回なんか流行に乗るのが遅れるんだよね。だ、毎回なんか書き始めた頃にはもう遅いっていうやつが多いんだよね。昔はさ、自己満足で動画投稿を始めたけど、最近は伸ばしたいっていう宿命に変わってきちゃうんだよね、自己満から。自分で伸ばすのが宿命だと思い込んじゃうようになってくるんだよね。さらにこうも停滞してくるとなると。で、オナチューだったリア友とちょっと LINE 通話で話してたんですけど、今後について。まあ、彼にはちょっとね、言ってるんで、なんだったら登録もしてくれてるんで。でね、選んだ道が、今後は基本的には毎日投稿で行くので、このメインチャンネルも。で、タイトルが、サブチャンネルで、丸月丸日今日の10連ってやってる感じで、丸月丸日今日の落書きって感じで、落書きを上げる予定なんですよね。なんか、はっきり言ってそっちのは伸びる気がするんですよ。下手に伸ばすつもりでタイトル書くよりも。とりあえず今はそれでやっていきたいなと思います。なんかディスコードとかやってる人いたら教えてください。いろいろと面白話とかもありましたら、そういうのをどんどん動画のネタにしていきたいんで、ディスコードやってる人いたらお願いします。私はちなみにディスコードはインストールだけしかしてません。まだ開いたことすらありません。なんかねー、ちょっと昔語りさせてもらっていい？俺ね、今高1なんだけど、中2だね。中2の3月に始めたんだよ、動画投稿。で、そこから中3になるちょっと前あたりから、同じくらいの登録者の活動者のみんなと仲良くなったりしてたんだよ。
もう名前伏せずに言うけど、僕黒猫様っていう人と、本マグロくんって子だったんだけど、この二人ね、失踪しちゃってるんだよね、もう。本マグロくんはね、なんかあるあたりから動画投稿やめちゃって、たまにうちのチャンネルのコメント欄でも出てくるんだけど、まあ、うん、もう動画投稿もやめちゃって、伸びなくて嫌になったんだろうね。で、僕黒猫様ってこの方はね、この間の動画でも言った通り、言っても昨日なんだけどね、昨日の動画でも言った通り、シビっていう風に活動名変えて、登録者元1万人のチャンネルのコネ使って800人まで成り上がったのに、なんか急にチャンネルごと失踪して、チャンネルは消えてないのに、なんか活動だけコメントとともになくなっちゃって、で一人残された時に成り朝っていう今112人かな登録者のところと、柴犬っていう今登録者120人くらいのチャンネルの方と会って、でもなんかもう成朝さんの方は登録者100人超えたあたりから失踪しちゃって全く絡めてないし、柴犬くんも年近いのにさ、絡んでくれないんだよ全然。あれやね、格下には興味ねえって感じなんかな。辛いわ。あ、ごめん、ね、カメラ揺れちゃった。画面酔い注意です。でしかも最近会った天月さんにはもう、当時会った時は2、3週間くらい前で、登録者まだあの時は全然で、確かね20人台だったんだよ。なのに今もう70人いたからね。でしかもそのシビってやつが許せんわ。ちょっと話戻すけど、こいつね、登録者800人いったあたりで俺のこと売名するって約束したんよ。約束したのに売名する前に失踪しやがった。許せねえ。これはもう単純に俺の支援です。気にしないでください。これはちょっと、あ、カルナってこういうやつなんだなと思ってください。辛いよ。ごめん、何してんの。辛かった今、普通に脳が辛かった本当に。なんでやっぱ伸びたいんすよ。昔はね、そんなに伸びなくてもいい、自己満足でやるぜって感じだったけど、伸ばしたいんよ俺は今。だからみんなね、どんどん友達とかに共有してやってください。俺のこと、友達いない人は無理やり学年のクラスラインとかに送ってください。でみんなから白い目で見られてください。それでも胸張ってこの、ただいま、ちょっと飯食ってきた。つかさ、なんか途中で録画切れちゃったね、ごめん。あれ、カメラが温まりすぎた。ふちょっと久々に金髪描くな。イエイイエイなのか、これは。久々に金髪描きまーす。描くっていうか塗るっていうのか、でも実際もでよく考えたらさ、全然久々でもなんでもなかったわ。最新のアナログショート動画、あれじゃん。オリキャラのカラー、視聴者に決めてもらう的なやつで、やっときに、がっつり黄色で、あれ、金髪で描いてたじゃん。いやー、記憶期間がないですな、私は。まあ、とりあえず、今後は毎日投稿しときたいんで、まあ、さっきも言ったように、今日の落書きっていう名実で名目で投稿するんですけど、実際問題今日のでも何でもなくて、実際には過去絵とかもバンバン投稿していく予定です。
さすがに過去へ投稿するときは過去へ投稿週間とかいう感じでいくか。やっぱたまにはこういうふうなギャンギャンしてる髪色もいいね。なんかさ、マリサってキャラデザいいよね。大体の立ち絵見てもそれやっぱり、レームよりは人気出るよっていう話よな。キャラデザインが本気出しすぎてる感ある。少し。ちなみに宣伝になるんですが、サブチャンネルで東宝を上げてます。すごく稀です。けども、まあ、東宝ロストワードという二次創作作品を上げております。東宝アルカディアレコードっていう最近のやつもアンインストールしたばっかだけど、動画2本だけ出てるんで、よろしければご覧ください。ちょっとサブのスマホに通知が来ました。ちょっと確認します。あ、YouTube の通知ですね。はい、では実況していきましょう。あ、はい。単純にライブの通知でした。あれ、まんじちゃんっていう人なんですけど、まあ、ピーマル様の友達です。なんか、ピーマルパワーで登録だけしてる感じですね。配信見に行ったこと一回もない。たまに上げるショート動画とかは見に行ってる。ちょっとこの色大人すぎるな。今俺が塗っているよ。少し大人すぎるんで、おとなしすぎるんで、一旦静かめじゃない、もうちょっとギャンギャン系の色塗っていきたいなと思います。なんかさ、金髪キャラって心躍るよね。かっこよさと綺麗さがある。やっぱり緑髪とか結構よくいるけど、緑髪とか青髪とか、やっぱりなんだかんだで黒髪と茶髪と金髪が一番なんですわ。そういうことなんですよね。変に攻めない髪色が一番。髪型を攻めたやつがインパクト残るからキャラが強くなる。 だから髪型は攻めようって話やな。実際問題、マリサの髪型も現実で言ったら結構攻めてる部類だしね。ああ、今ミスった気がするな。ミスった気がします。ちょっとね、さっきの教訓を生かして、そもそも最近ね、アナログをイラストメイキングする動画なんで全然書いてなかったから、投稿してなかったから、覚えてなかったんだけど、思い出したわ。そう。いつも俺保冷剤持ってきてたんだよ。動画撮るときに必ず。カメラが温まってもすぐに立て直せるように。でね、ちょっと飯食ってきてから撮り直すときに持ってきます。って持ってきました。心の友です。こんくらいかな、マリサ。そういえばさ、飯食う前にちょっとね、深海聞いてきた、イブさんの。そう、俺、元イブさんガチファンだったんよ。最近はちょっと採用したピロさんに乗り換えたけど、やっぱりまだ、歌い手としてはイブさんが好きやね。で、深海聞いてきたんだけど、やっぱいいね。あ、金髪もいいね。どうしよう。ちょっと今、エアコンつけることが悩んだけど、まあいいか。言うていらん。みんな暮らしてるとこどう？俺んとこはまだエアコンなくてももう、過ごせるけど。
まだもうって日本語おかしいな。頭痛が痛くなるパターンのやつや。頭痛が痛くなる構文。最近で言う小泉構文。結構マリサじゃない？結構マリサ。オッケーオッケー。いいね。マリサイズマリサ。今のどういう意味か分かった人は IQ が多分20以上あります。で、私と会話ができる人は IQ が、違う。私の話を聞いて、話がしっかり理解できている人は IQ が100、80以上、80で80、180じゃないよ。80以上、100、20、違うか。70以上、130未満です。私の IQ は100なので、で、人間って IQ が30離れると会話が成立しなくなるんで。まあ、よって私の会話が成立する奴らはさっきも言ったように70以上を130以下です。未満です。すいません、ゴロゴロ変わって。未満です。やっぱマリサめっちゃマリサだな。久々にアナログ書いたけど、コピックはゴリゴリ塗れていいね。噛んだけど文句ある。噛んだけどなんか文句ある人いる？やっぱりこの動画見てる人もほとんどマリサってどういうキャラか知らないだろうね。ゆっくり実況のイメージが強いでしょうから、軽くマリサってどういうキャラかっていうのについて説明させていただきましょう。本名はキリサメ・マリサで、東方プロジェクトのキャラクターです。主人公のレイムとライバルであり友達である、まあ商売敵ですね。まあ舞台である幻想郷という、まあ、この我々の生きてる現実世界に存在する隙間みたいな場所ですね。隙間の世界。そこで暮らしている普通の魔法使いです。もう構築としてはポケモンでいう A 特化、 A 全振り、もうザシアンの A ブッパです。で、その幻想郷という舞台内でもかなり指折りの実力者です。で、やってることは同じく魔法使いのパチェリーというやつのところの図書館から本を一生貸してもらったりとか、無理やりとか、約束破ったりとか、物を一生奪ったりとかという感じで、要はジャイアンですね。マリサってジャイアン。そう、なんか、ゆっくり説教のさ、レイムとマリサってさ、レイムがボケで、マリサがツッコミっていうキャラ配役じゃないですか。キャラ配役？ 配役じゃないですか。あのね、逆なんよ、原作は。どちらかというと。基本どっちもボケだけど、強いて言うならマリサよりもレイムの方が、ツッコミ担当感は強いです。単純にね、メインキャスティングの関係で、レイムが主人公である以上、その HP にね、HP であるレイムには、そのウプ主、まあ、つまり編集者の性格が憑依しやすいんで、おのずとボケに回っちゃうんですよね。仕方ない。それメインチャンネルじゃない、サブチャンネルだ。で、たまに、ゆっくり実況の動画上げてるんですけど、どうですか、皆さん。あれ、もっと見たい？
一応ね、最近は全然作ってないんだけど、ゆっくり実況。一瞬ハマっただけであって。なんか、まだ見たいよーって人がいれば、ぜひとも、コメント欄で教えてください。なんかね、意外と伸びなくてやんだ。あ、1000回再生いかねえんだって。ガチめに5000回くらい寝れるつもりで作った動画があったんだけど、ゆっくりに。結論が全然伸びなかったっていう。惨敗的な記録に終わったから、ゆっくり実況を作るの怖くなった。時間の無駄だぜボケーって感じで。なんか最近自分ワンピースにハマってるんですよ。ワノ国編終わる直前あたりからなんかワンピースにドハマりしだした。で、またワンピース一巻から読み直したんですけど、やっぱりバロックワークス編がまあ俺の中ではピークですね。あそこ一番好き。昔からずっと。頂上戦争がピークだって言ってますけどみんな。はっきり言って俺はバロックワークス編が一番好きですね。そんだけ。そんだけですけど、なんか文句ありますか？まあ、そんぐらい、あかんだ。まあ、そんだけです。なんか弟が上がってきた気がする。まあ、弟が私の名前を呼んだら、この動画は即非公開ですね。だる。だる。なんかさ、逃亡のキャラってフリルが多いのいいよね。人形っぽさがある。基本的にパーって見た時、全体的にキャラデザインに人形っぽさがあって好き。じゃあ、あれだからな、ガチ恋勢じゃないからな、安心しろよ。そこんとこ安心しとけよ。ガチ恋勢じゃない、噛んだ。ガチ恋勢じゃないからな、安心しろよ、そこは。ほ。なんかやってほしいこととかあればどんどんリクエストコメント欄に出してください。できる限りのことは私もやるんで、むしろそれくらいやってくんないと私も動画のネタがなくて死んじゃうんで、募集してます。お願いします。ご協力お願いします。あと星が青なんだよね、この星が。はい、 OK。これとりあえず顔が終わりましたね、顔が。で、とりあえず今日のところはこれで終わりにするかどうするか。
綺麗し、一旦終わりにしとくか。さよなら。